前列中央が、水野流水野流から1951年8月20日は、広告植民会社、海外工業株式会社を創立し日本人の、ブラジル移民を初めて手掛けた人物。サンタガタリーナ州のドイツ植民地の先駆者である、ヘルマン・ブルーメナウに引すべき人物とされる、訓録等単行局実証。2010年に、ブラジルサンパウロ市議会から、 名誉市民賞を贈呈された。水野家は、美野国の上司、深尾氏の家臣と言われ、関ヶ原の戦い後、土佐藩の家老となった深尾氏に従い、池野姓を名乗ったが、明治に入って、水野姓に服した。土佐藩氏、水野亀子の次男として生まれ、教皇、明教官に学び、北原村小学校教員となったが、十八歳で、上京し、明治二十一年、 慶応義塾を卒業し、後藤祥二郎定心省に閉せられて、岡山県庁に勤務中、徳島藩士の岩崎区あたいと結婚。後藤祥二郎の死により、寛解進出を断念して政界に入り、板垣大助の自由民権運動の党首となり、明治31年奈良県から大義市に立候補しようとしたが、演説過激の容疑で40日投獄される。基地催民号司会者などを経て、 杉村深志講師の協力を受け、明治38年、鈴木定次郎と共に、ペルー経由で渡博。サンパウロ州政府と3年間に3000人の日本人、農業移民導入契約をまとめ、一旦帰国。明治41年上月か、州兵を輸送助手に、初のブラジル第一回移民781名を、監督して、カサトマルで再都博。 この後帰国し、大正4年、竹村植民商会を譲り受けて、南米植民株式会社を設立。ブラジル移民組合を組織。大正5年12月、移民植民会社を多数併合し、海外工業会社を設立。この間、曲折を経て事業面での不審を繰り返すが、日本人移民は、大正9年までに約3000人弱を記録した。1924年、 家族と共に移住。栗バ郊外で農業に従事しつつ、同州への移民導入にも奔走。1933年6月、日本移民と白25周年記念祭にあたり、移民功労者として表彰され、翌年記念節には、訓録等単行曲実賞を贈られている。なお、明治43年には、ブラジルサンパウロ州政府庁専属ブラジルコーヒー、発売所。 カフェパウリスタを設立。その後日本で銀座カフェパウリスタをオープンした。ありがとうございます。